9月9日、救急の日に合わせて取材に訪れた坂出市消防本部です。取材中にも119番通報があり、救急隊員が出動準備を手際よくしていましたが、去年9月頃からは出動要請がコロナを疑われるかどうかにかかわらず、感染防止の防護服やゴーグルを着用するなど、出動風景がコロナ前と大きく変わっています。令和2年の救急出動件数は3590件、搬送人員の方が3397人になっております。これは1日に平均約10件程度出動しております。年間で例えますと、坂出市民と宇多津町民の人口を合わせて20人に1人を搬送していることになります。平成27年の救急出動が4145件がピークであり、過去5年の出動件数を見ても少しずつではありますが減少しております。特に昨年はピーク時に比べ555件減少しています。これは新型コロナウイルス感染症拡大に伴う衛生意識の向上や不要不急の外出自粛といった市民の行動が変わり、救急出動の減少につながっていると考えられます。はい、現在の出動体制としまして、このようにゴーグル、N95 マスク、感染防止の上下、グローブ、でシューズカバーといった、完全防止を着装して出動しております。隊員の感染対策はもちろん、一般の方々への感染を拡大させないためにこのような体制で出動しております。また通報時に発熱や息苦しいなどの呼吸器症状や新型コロナウイルス感染症の方との接触があるなど、新型コロナウイルス感染症疑いは救急車内を専用のシートで養生し、感染防止に努めています。救急出動から帰ってくれば、使用資材や救急車内を消毒して、次の出動には清潔な状態で出動できるように運用しています。残暑が厳しい中、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するために、皆さん普段からマスクをつけられていると思います。マスクは多湿高温の中では熱中症のリスクが高まります。屋外で人との間隔が取れているときはマスクを外すなどして上手に感染予防に努めてください。まだまだ残暑は続きますが、体調管理をしっかりとし、暑いこの夏を乗り切りましょう。坂出市消防本部では、本当に救急車が必要な方のもとへ少しでも早く到着できるように、救急車の適正利用の協力を市民に呼びかけています。